はい、皆様こんにちは。便利屋ハッピーの門の口です。10月20日水曜日午前10時23分でございます。はい、風が吹き荒れてますね。日曜日午前中も、雨曇りの中、強風が吹いてましたけれども、それに、似たような風、強い風が吹いております。はい、ご覧の通り、はい、こちらの運動公園の木々もですね、風に煽られて枝木が揺らめいております。はい、目沼地区ですね。熊谷市は目沼地区、目沼西、あれ西目沼、地区です。はい、こっちは割と会社工場あります。飯塚地区になってますね。深、はい、運動公園前、ここの木々も紅葉というか色づきが、真っ只中になるとすごい、とてもここの木々もですね、紅葉の時期になるとすごい見応えのある、場所となっております。葉っぱがやっぱり舞ってますね。はい、青空広がっております。晴れの天気、夜は結構雨降ってましたね。12時回った時間私も、帰りましたけど、結構雨に濡れました。はい、深入りで戻るところでございます。現在19度ですね。強風注意報も出ております熊谷市。風速7メートル、湿度 38%。 遠くの山結構くっきり見えてますね。風に煽られますね、トラックだと。おそらく東水橋は結構風を受けるとハンドル取られますね。あそこの吹き抜ける、川を吹き抜けていく強風に煽られると、東水橋はよく煽られることがあります。はい、天気は良くなっておりますが、ちょっと風が強いので、外での作業はちょっと大変ですね。はい、昨日衆院選の公示がありまして、一挙にですね、まあ、今日も朝から選挙カーなり、ポスターも貼られてきてますね、掲示板。田んぼ、稲穂も斜めに傾いてますね。黄金色にもう色づいております。
今カメラ映ってませんが赤城山もくっきりと見えております。麓の家々建物も見えてます。赤城山の麓の方までくっきりと見えております。ああすごいですね、事故しちゃったトラックレッカーされてます。左右深谷、上部道路ですね、17号バイパス上部道路、右側行くと新上部大橋でございます。トラックたくさんやっぱり通ってますね。今日はなんかいつもより多い気がします。かなり多い感じです。今日は何本撮れるかですけれども、午前中はこれで終わるかもしれないですね。終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼します。